飯田義和飯田義和から1924年2月10日は日本の実業家、三井物産専務理事や三井合名産事、大正会場家再保険会長などを歴任した。長渡国で長州藩士の子として生まれる。外国語学校、測量士学校を経て、1873年公務省、入省、鉄道院産事保、 鉄道局副参事等を経て、1884年に退官し、三井物産入社。インド木綿輸入体制を構築し、1893年、大阪支店支配人に就任。1894年には、面下部を設立し、1898年から面下部支配人兼務。1901年理事、1906年専務理事心得。 1908年専務理事、1909年常務取締役、1911年三井合明三次、王子政治取締役、三井鉱山取締役、1914年シーメンス事件で起訴され退任。その後有罪判決を受けたが恩赦となり、1917年にはお互き捨て次郎の家で対象会場火災保険設立の懇談会に参加。 1918年には、大正会場火災保険創立発起人となり、設立後は、初代取締役会長に就任。1920年東京地下鉄道発起人総代。ABCD e だ吉和飯田義一朝日日本、歴史人物辞典の解説 ABCD e だ吉和飯田義一20世紀日本人名辞典の解説鉄道院三次補 飯田義和外三名所君国立公文書館アジア歴史資料センター鉄道局技師飯島直司外19名所井の県国立公文書館アジア歴史資料センター上田正明津田秀夫長原慶二藤井翔一藤原明コンサイス日本人名辞典第5版株式会社賛成堂2009年75ページ加藤講座ブロインド面下における 内地自家街の歴史的性格専修大学、三井物産、挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢社真データベース、対象会場火災保険、対象会場火災保険株式会社40年市、渋沢社真データベース東京地下鉄道、東京地下鉄道市、犬井上渋沢社真データベース、ありがとうございます。